はい、皆さんこんにちは。本日もですね、こちらインスタ360のレースのですね、ライカ360度1インチモジュールをですね持って屋上に来ているんですけど、そこでちょっと気づいたことがあってお話をしてみたいと思います。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでですね、カメラ、写真や動画、アクションカムやですね、そういったものを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と、あとですね、コメントいただきたいなと思っております。何かこう長くしていただけますと嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっと風切り音強くてごめんなさいね。今急遽というかですね、本当はインスタ360の撮影だけしようと思ってたんですけど、このですね、撮影モードをですね調べてたら、単独露出っていうモードがあったんですよ。で、おそらくなんですが、前後でこうレンズが2個ついている、前後でそれぞれ露出を独立して、設定できるんじゃないかなと思うんですよ。これですね、例えば車載動画、車とかのですね、という時にものすごく便利な機能なんじゃないかなと思って、ちょっと忘れる前にですね、皆さんにお話ししたかったって感じになります。私ちょっとあいにく車は持っていないのでテストすることはできないですけど、どっかいずれですね、なんかテストしてみたいなっていうふうに思います。はい、それではですね、先ほど屋上の方でちょっとですね、収録をしてきまして、ちょっと風が強かったりとかですね、その台風の影響で天気も良くないので、本日のですね、検証っていうのをですね、内容を変えまして、室内でどのように撮影できるのかなっていうところを焦点を置いてですね、お話をしていきたいと思います。はい、まずはですね、本日のですね、こちらのカメラの方の設定のですね、お話をさせていただきたいと思います。それでですね、この後ちょっと名前長いので、このライカの360度と、あとはですね、従来の360度モジュールというふうに、ですね、略称でお話をさせていただきたいと思います。たびたびですね、こう、インスタ360-1RS、ライカ1インチ360度モジュールとかっていうふうに言ってると、それだけでもですね、かなり長くなっちゃうので、お伝えしていく中で、こう、聞いていてですね、聞きやすいようにしていきたいと思いますので、ご了承いただければと思います。はい、それではですね、こちら、ライカの360度モジュールの方なんですけど、両方とも設定を同じにしてあります。設定の方なんですが、まずカラーモードは標準ですね。で、カラーモード標準にして、シャッター速度は、うち東京、関東なので50分の1秒に設定しております。で、ISO ですね、ISO 感度の方は100、一番下のですね、おそらく一番綺麗に収録できるであろうというところに設定しております。で、あと、ホワイトバランスの方は 5000K にして、ですね、そのような設定で、室内でですね、明かりを焚いて、このようにですね、普段の収録をしている環境に近い状態で、皆さんにお届けをさせていただいております。はい、それでですね、今回の検証の目的なんですが、表でですね、こう、薄暗い環境での動画っていうのはですね、昨日のですね、屋上で撮影してきた動画で大体お分かりいただけると思うんですよ。なので、今回はですが、その明るめの環境でどのように収録できるかっていうのを本来は外でやりたいなと思ったんですね。ただその天気がですね、台風だとかそういう影響で全然芳しくなかったので、室内でですね、とにかくこう明るめにして、明るめの室内、例えばですね、パーティーとかですね、明るい会議室ぐらいの感じの明るさで設定しております。それよりちょっと明るいのかもしれないんですけど、実際これに近いような画質、もしくはこれぐらいの画質では収録できるよってところで、こちらインスタ360-1RS のですね、新たに出ましたライカ360度モジュールの方でどのような画像が収録できるのかなっていうのを見ていただけるかなと思います。で、また合わせて従来のですね、360度モジュールの方も隣に置いて収録しておりますので、合わせて、こう、比較して見ていっていただければいいかなというふうに思います。はい、それでですね、先ほど屋上の方で、こう、とても気になる設定ですね。前後でおそらく露出の分離みたいな、露出を分けるみたいな形の設定がありまして、そちらの方がですね、おそらく、こう、明暗差が前後で激しいところを収録するときに使う機能だと思うんですよ。私、残念ながらなんですけど、私、ちょっと車とか乗ってないので、それをですね、どういうふうに検証しようかっていうのが、外も天気悪くて室内の方でっていうところになると、どのようにこう検証していいのかわからないので、本日はまたお伝えするだけになってしまうんですが、これがですね、例えば車の運転をしながら、外を映して、反対側は車内の映してみたいな形で収録をするときにですね、両方ともこう適正な露出で収録ができるんじゃないかなと思います。ドライビング動画のようなですね、こう前後でこう明暗さが激しいときに、それぞれこう個別の露出っていうのは確かできなかったはずなので、それができるようになったっていうのは本当いろんな意味でゲームチェンジャーになりうるんじゃないかなというふうに思いますね。それこそその太陽の当たり具合だとか、あとは手前側室内というかその屋内ですよみたいな感じの時とかっていうのも、そういう使い分けができるかもしれません。
こちらもですね、いろいろ試していってみたい機能だなっていうふうに思いましたね。はい。続いてなんですけど、こちらコメントいただいた内容なんですけど、音声がですね、この従来のですね、360度モジュールの方のですね、方がこうクリアに聞こえるっていうコメントをいただいたんですよ。まあ、それでですね、私もちょっといろいろ考えて、まあ、内容を思い出してみたんですけど、まず一つ目なんですが、おそらくこちら、新たなライカの360度モジュールの方はですね、メーカーさんからこう届いた状態で、こう撮影、使用させていただいてたんですよ。なので、風切り音低減モードっていうのがオンになってたんですね。で、そちらの影響が強いんじゃないかなというふうに思っております。今はですね、両方とも通常のこうステレオ収録という形にしているので、その風切り音低減のようなこう、おそらくなんですけど、こう前後じゃない、上下のですね、音をこうカットしてるって処理だと思うんですが、そういった処理がない状態の素のマイクの状態だと思うので、まあ、聞き比べていただけるかなと思いますね。言い忘れておりましたけど、本日のですね、音声は、それぞれその画面を切り替えたときに、動画のですね、この肩の部分のどちらかに、このどちらのモジュールを使用しておりますという表記がありまして、そのモジュールの音声を使用しております。ということでですね、聞き比べてみてください。まあ、感覚としてはなんですけど、従来のインスタ360のモジュールの方ですね、っていうよりも、モジュールよりもそのケースの方ですね、の方に、まあ、ウィンドジャマーみたいな感じで、こう、スポンジが入っているんです。で、そのスポンジのところで、こう、風切り音だとか、まあ、ポップ音みたいな感じっていうのを、こう、防いでくれてる。というところで、こう、音質の向上という可能性はありますよね。に対してなんですが、こちらの新たなライカの360度モジュールの方のカバーですね。まあ、縦型に握るために、こう、縦型のカバーがあるんですけど、そちらの方はですね、そう、スポンジとかは入っていないんですよ。で、前面部のマイクのところとかっていうのは、まあ、そのままマイクの穴が露出されていて、で、スイッチですね、録画開始と電源スイッチの間にあるマイクの部分っていうのは、すごく薄いですね、ポップガードみたいなのがついております。というところで、その、すごい風切り音とか、まあ、すごいというか、少しこう風切り音だとか、そう、空気、まあ、呼吸音とかですね、っていうのをカットはできるかもしれないんですけど、スポンジとどっちがこう効果があるのかな、どうなのかなっていうところはちょっと私まだわからないですね。こちらもですね、引き続き表ですね、散歩に行きながら、いろいろとですね、試していってみたいなっていうふうに思っております。はい、そしてですね、音声の方の比較ですね、ちょっと聞き比べていただきたいんですけど、はい、まずはですね、こちらのライカの360度モジュールの方のテストしたいと思います。はい、マイクのテスト中、聞こえ方はいかがでしょうか？こちらですね、薄手のポップガードがついているという状態で、従来のモデルとどのような違いがあるのかなっていうのがとても気になります。はい、続きまして、従来のモジュールの方に移りたいと思います。こちらはですね、当初よりですね、ケースの方にスポンジが入っておりましてですね、そちらの方で音質の向上、風切り音の低減というところで狙っている構造となっておりますので、聞こえ方とかはいかがでしょうか。両方ともこのステレオ、風切り音低減のモードではありませんので、まあ、その同じような設定になっているというところで聞き比べてみてください。はい、続きましてですね、昨日の動画ですね、昨日の動画なんですけど、もうですね、来た当日に午後に行きまして、で、午後にすぐ収録開始して、まあ、開封とかを含めてですね、で、あと屋上の方のやつを収録しに行って、で、そのまま編集っていうのをずっとしてたんですけど、まず時間が遅くなっちゃって申し訳なかったっていうのと、あとはですね、その、誤字脱字とかですね、編集の荒が結構あったかと思うんですが、そちらの方は申し訳なかったです。見にくかったりしたら。まあ、できるだけこう早く情報をお届けしたかったなっていうところで、まあ、頑張って昨日中にアップさせていただきました。で、本日もですね、あんまり変わらず、当日の収録当日の編集アップとなっておりますが、まあ、できるだけ誤字脱字の内容にいたします。そしてですね、その時に画像をですね、いろいろこう見たんです。という時にやはりですが、こちらのインスタ360の、まあ、それぞれライカの360度モジュールと従来の360度モジュールで、だいぶ進化したなっていうふうに思いましたね。まあもちろん解像度感とか、まあその画像の、まあ詳細さってところで解像感なんですが、それとかですね、色味とか、写りのもう全体の雰囲気とかですね、そういったものがもう全然違うなというふうに思いました。に対してやっぱりこう従来の360度モジュールの方はノイズが乗りやすいなっていう感じだとか、あとはその画像が荒れているっていうのを強く感じるんですよ。で、それがまた ISO とかですね、そのシャッターとか動いてるよとかっていう環境だと、なおさら強く出てしまいますね。まあその辺っていうのがこうとっても進化している、進歩しているなっていうふうに率直に思いましたね。それとちょっと意外と気になったのが、そのホワイトバランスっていうのは統一していたんですけど、明るさがですね、変わってきて、結構レンズの特性なのかセンサーの特性なのか、色味もちょっと違いましたよね。
そういったところっていうのもいろいろこうブラッシュアップされて進化してきてるのがこのライカの360度モジュールだと思います。で、写真の方もですね、今度、できれば写真の方は表でですね、綺麗に撮影していきたいなというふうに思っておりますので、合わせてその綺麗な晴れの時にですね、いろいろ写真を撮ってきてみて、またアップしていきたいと思っております。はい、そしてですね、コメントの方でですね、映像をですね、拡大して見てみたいっていう、ご意見がありました。というのもですね、本来はこう表でですね、いろいろそういうところを試してみたいなと思ってたんですけど、まずは本日その第一弾みたいな感じでですね、カメラをですね、手元、私が胸元で顔の前にこうアップして出してみます。というのをですね、こう拡大してみるというところをぜひ見ていただければなと思います。はい、それではですね、まずはライカの360度モジュールからスタートいたします。はい、カメラはこちらですね、BMPCC4K になっております。はい、拡大してみます。で、見え方はいかがでしょうか。はい、このような感じになっております。はい、続きまして、こちらが従来の360度モジュールですね。で、こちらもですね、顔の前に BMPCC4K を持ってきてみたいと思います。はい、こちらのようになります。それではちょっと拡大をしてみたいと思います。はい、それでは拡大した時の見え方とかはいかがでしょうか。このようになっております。はい、それぞれにですね、この一番ですね、おそらく綺麗に撮影できるんじゃないかなという設定にしておりますので、参考にしていただければなというふうに思いますね。はい、ということでですね、本日は、メインとしてはその室内でどのぐらいの画質で収録できるのかなというところを皆さんに見ていただきたかったって動画になっております。それで画質に関してちょっと一つ補足というかですね、当たり前のことなのかもしれないんですけど、隅のですね、画質っていうのはですが、この超広角と言われているレンズたちっていうのも、どんなに高性能なカメラ、どんなに高性能なレンズでも結構やっぱ荒れちゃうんですよ。流れてるっていうのかな。そのような画像になってしまいますので、この360度で全周すごく綺麗に撮れてるかっていうと、やっぱり隅の方が若干甘くなるんじゃないかなというふうに推測しますね。で、昨日実際こう編集して見ていても、やっぱり隅の方っていうのはこのスティッチング含めてですね、結構いろいろ流れてるなとか、そう、こんな感じだったっけかなみたいな感じのやつはどうしてもこのライカのモジュールでもありました。というところでですね、メインはこの真ん中、一番おそらく画質綺麗に撮れるであろうっていうところをメインでこう皆さんに見ていただきたいと思います。で、周囲の方はですね、そのうち、また表のですね、状況のいい時にテストしてみたいと思いますので、そちらも合わせて、そのうちアップしたいと思います。ということでですね、本日はこちら、室内でのライカの360度モジュールと従来の360度モジュールでどのように見え方、聞こえ方っていうのが違うのかなっていうのをテストさせていただきました。はい、ということでですね、こちらのチャンネルではカメラですね、写真や動画、その他アクションカメラ、ドローン、オールドレンズ等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますのでグッドボタンいただければなというふうに思っております。あとはですね、冒頭申し上げましたけどコメントいただければとても嬉しく思いますのでぜひコミュニケーションいただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日は本来はですね、その表でいろいろ撮ってみたいなというふうに思ってたんですけど、やはりこう台風、今はもうね、温帯低気圧かなんかになったみたいなんですけど、やはりこう環境が良くなかったっていうところでこのような収録とさせていただきました。このライカのですね、360度モジュールっていうのはある意味ですね、こう360度カメラ、それこそ動画っていう意味で考えてもゲームチェンジャーになりうるんじゃないかなというふうに思っております。ものすごくですね、お金かけたすごい装備っていうのはあって360度綺麗に撮れるよってなったかもしれないんですけど、この10万ちょっとぐらいの価格帯でですね、これだけしっかりとした360度カメラっていうのはどれぐらいあったのかなっていうところで、本当にこのインスタ360シリーズのですね、とても面白いカメラが一つ誕生したかなというふうに思っております。はい、ということでですね、最後の最後にどうでもいい話なんですけど、実はなんですけど、これ2本目の動画なんですよ。というのがですね、1本目収録、こう、同じような感じで撮ってたんですが、なぜかですが、この新たなライカの360度モジュールの方の動画ファイルが壊れておりまして、パソコンに取り込めなかったんです。というので、2本目でどのようにお話ししようかっていうのをなおさら迷ってしまっての収録だったんですが、ある意味ですね、こう予行練習できたので、良かったのかなというふうに考えて、前向きに考えて捉えていこうかなというふうに思っております。おそらくですね、SD カードがおかしいとかではなく、何かの弾みでファイルが壊れちゃったってだけだとは思うんですけど、こうファイルの破損って嫌ですね。ということで皆さんもですね、ファイルの破損には気をつけてください。で、どちらにこうバットしようかなというふうに思ったんですけど、やっぱりこのライカの360度モジュールにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。